はい、今回、新しくですね、長岡マイル監督をお招きして、長岡活動写真館というお叱りをいただいたようなタイトルの番組を始まるんです。うち写真館ちゃうよと言われたんですけれども、まあ、そういうタイトルでですね、長岡マイル監督が今まで撮ってきた、はい、ショートフィルム短編ですね、はい、その作品を見ながらいろいろこう喋って、私自身がね、非常に勉強したいと思ってますんで、長岡さん の、 作品を見てですね、作品の奥まで触れられたら、まあいいなと。はい、よろしくでございます。はい、まあ、べっぴんさんが横に座ってなくって、おっさんが座って、ゆるーく進行しますけれども、たまには。はい、よろしくお願いいたします。で、1回目でですね、取り上げさせていただきました作品がですね、こちらにございますけれども、はい、鬼ヶ島の祭りという作品です、はい、で、これ鬼ヶ島って言いますと、はい、あの例の桃太郎さん、桃太郎さんの桃が、はい、あ、鬼ヶ島ですか、はいはい、そうそうですね、はいはい、これはどちらにあるんですかね。香川県の高松市女木島ですね、はいはい、高松市から近いんですか。フェリーで大体10分とか、あ、20分以内ぐらいだと思うんですけど。ああ、そうですか、はい、まあもうこう見えるような、な、見えますね、位置にある島ですね、はいはい、高松港からもう女木島、小木島と、はい、こういう感じである感じですけどね。ああ、なるほど、はい、で、そこが鬼ヶ島という伝説かなんかがあるんですか。はい、このちょうどこの山がね、はい、何さん、ちょっと窓で、あれと思うんですけど、はい、ここの山の上に上がっていくと、ええ、なんか洞窟があって、はあ、で、そこにこう鬼ヶ島って書いてあるんですよ。だからまあ鬼ヶ島コンクリートなんかに回答とか言うんではないんですよね。なんかそのホラーのなんかそういうプレートみたいなのがあって、はい、あ、でなんか前に売店がありまして、ほう、でおばあちゃんがこう着物みたいに座っていて、まあ、映像の中にも出てきますけども、でいろんな鬼ヶ島まんじゅうとかなんかそういうものがあります。まあまあここがだから、まあ一説によるとうん、鬼ヶ島だと言われているということなんですけど、ね、まあ、地元の方はずっと鬼ヶ島っていう形で、まあ、伝承かなんかがあるんですね。はい、でそちらのお祭りを、まあ、取りに行ったと。はい、これが2年に一度ですか、はい、やる。2年に一度。2年に一度だと思うんですけど、住吉神社大祭っていう、なるほど、まあ、地元では住吉さんっておそらく言われてる、はいはいはい、まあ、ね、関西って住吉神社ありますけど、まあ、海の漁師さんがもともとは多かったところなんで、はい、まあ、住吉神社があって、そこのお祭りですよね。はい、それを取りに来てくれっていうような依頼があったわけですか。まあ、正確にはそのお祭りの実行委員会というか、はい、その、組織ではなくて、うん、高松 の、 雑誌があって、はい、瀬戸内暮らしっていう雑誌があると思うんですけど、はい、あれのその人たちから、はい、まあ、これはひょっとしたら最後の祭りになっちゃうかもしれないから、はい、まず引き取ってくれと。でギャラもなんもないんだけども、あ、ということで、これ2011年の8月ですね、はい、で僕も結構忙しい時期悩んでたんですけど、まあ本当にこれが最後になっちゃ、まあ、まずいからということで、まあまあ行こうということで、ね、行きまして、このオファーがあった年がちょうどお祭りがある年だったわけですか。いや、もう本当にですね、祭りの1週間とか3日とか前ギリギリですね、いきなり言われまして、ええ、で元々は僕のその上司というか、神山に来るきっかけとなったトム・ヴィンセントというイギリス人の、はいはいはい、まあ、プロデューサーの方に、はい、依頼がありまして、でじゃあ行かないかということで、うん、で行っ
ちゃいましょうと。ああ、なるほど。はい、行く前はこのお祭り自体っていうのはご存知だったんですか？いえ、知りません。全然知らない。何も知りませんでした。はい、じゃあもうあんまり前知識も何もなしに、ただ単にこのもう取りに来てくれ、はい行きますっていう状態でスタートしたわけなんですね。はい、全くもう女木島すら知りませんでした。ああ、はい、なるほど。事前にこうなんていうか、向こうから情報っていうかレクチャーっていうか、そういうふうなのあったんですか？なんかペライチ的なものもらったんですけど、まあまあまあ、そのまあいる、その中であるのはその女木島の中が4つとか5つとかのまあ集落に分かれていて、うん、でそこがまあ、まあ持ち回りがいろいろあって、うん、でそこからこう棒を持っている鮮やかな格好した人たちがまあ出てきて、うん、で海の中を神輿が入ると、まあ、大体こんぐらいのことです。で海の中を入るみたいな、はあみたいな感じで、それは面白いなと思って。例えばね、はい、このまあ、そういうふうなあのお祭りとかに、はい、まあ、ロケに行く場合ですよね、はいはいはい、だやっぱりこのお祭りの内容とかによって機材用意したりとか本難が あるでしょ。あと掘りはどうするんですか？もう行って向こうでないや言われたら困りますよね。まあ、僕は、まあ、2011年ってことで、ええ、徳島に来たのが2010年でしたから、あ、次の年ですね。から、うん、まあその時ぐらいにね、社長ともお会いしましたけども、だからもう当時僕が持ってた機材はもう本当キヤノンの 5D の Mark2 っていう一眼レフ、一眼と三脚と、はい、まあ、レンズと、はい、そんなもんだったんですよ。で、アドのマイクと、あ、だからもう本当にもうそのスタイルでずっと、うん、もうお金もなかった、うん、機材もほとんどなかったですから、うん、まあ、当時ではでも一眼動画っていうものが流行りだして、そうですね、はい、うん、でこのビデオ的ないわゆる世界観からちょっと作家的なとか、うん、ちょっとそのなんていうんですか、なんかこう映画っぽい絵が撮れるっていうんで、うん、皆さんね、はいはい、まあ、それがキヤノンの 5D2 が出たのが2010年か9年だと思うんですけど、はい、まあみんな全盛期でやってた時代で、みんなそんなスタッフ系、あの軽い機材でやってたんですよね。なるほど、はい、だからまあ今だったら結構いろいろ揃えなきゃいけなくて大変なんですけど、はい、割とほな身軽にこうサッとこういける感じで、はいはい、もう三脚もなし、一脚だけ、あもうこちらの機材のよっぽど立派ですよ、ね、いやいやいやうん、じゃあもう とりあえずその自分の持ってる機材でもう現場で対応しようというスタイルでもう撮影をずっとこなされてきよったわけなんですよね。その時はもうそれで広告とかも撮ってましたし、ああなるほど、そういう、まあ、自分のね、投げ出しの機会で海の中に神輿が行く、はい、これどない思いました？これ行けるんかなと思わへんかったんですか？いやもう、まあ、海の中に入るの遠くからこう取っとこうみたいないやもうその時はやっぱりまだ僕も39に今なったんですけど、はい、まだ31とか2ぐらいですから、うん、まあまあ若くて、でもうむちゃくちゃ 無理なこともいっぱいしま、あの撮影でむちゃくちゃ走ったりとか、なんでもうそんなことはもう後先のことは考えずに、あの神輿と一緒にもう海に飛び込みまして、あ、なるほど、はい、でまああのお祭りとかっていうのはね、ご存知のようにあの年配のあのカメラ小僧のじいちゃんばあちゃんやら、なんかそのなんとかコンテストに目指してる人たちやら、はい、むちゃくちゃいますよね。はいはいはい、はい、でもういつもその人たちとの戦いになるんですよ。でまあ女木島の祭りもそのね、例に漏れず相当な人たちがこうやってますから、そうなんですか、の中でだからそのどうしたって岸の中に、岸からね、この海を
撮っていたらその人たちが映るわけですよ、うん、でこれは絶対避けたいと。なるほど。でこの人たちに、できないことは何だって思ったら、うん、海に入ってくる。この構図はね誰も撮れないわけですから、うん、だからもう一脚でもう入りましたよ、ね、海にこうこの辺が水の一脚をこうやって抜けてこの一脚ダメになりましたけど、はい、まあそんな感じでしたね。うん、これ、はい、あの右島に行ってですね、はい、向こうの方でこうなんていうんですか、お祭りを取りに来たよう来てくれましたねみたいなアテンドしてくれる方っていうのをこの時おったんですか。高松の方はだからそのさっき言った雑誌社の方はいたんですけども、はい、もう祭り自体はもう本当に徹底して、はい、もうあのよそ者というか部外者にはもう本当にどうでもいい感じですよ。ああそうなんですか。本当にその言われたのが最初にその、うん、祭りの総代さんにご挨拶に行ったんです、はい、お前が出てくる橋本さんっていう方なんですけど、だからこれはその人のためにやるもんじゃなくて、うん、神様のためにやるもんだから。あ、なるほどね、うん、だからそのもうその始まって実際始まったらもうお前らなんか相手なんか知らないし、うん、なのであの絶対にその神輿を見下ろすなと、うん、あの歩いて練り歩いてないと、うん、あとその半径5メーター以内に近寄るなと、うん、っていうまあきついあの叱りを受けまして、ね、ああなるほど、はい、この先ほど高松の雑誌社の方から、はいはいはい、このお祭りがもう最後かもしれんという形で、はいはい、まあオファーがあってこのお祭りを取りに行った、はい、またこの祭り自体をやってる方々っていうのは、うん、このなんていうんですか、この今年が最後になるかもしれんっていう思いでやってるんですか。なんかね、なんかいや皆さんからはなんかその最後だから記録に残さなきゃいけないとか、うん、とかそういうなんかテンションはさっぱり感じませんでしたね。あ、そうなんですか。はい、まあ、参加者の半分ぐらいが大体その瀬戸芸のボランティアスタッフである小エビ隊、瀬戸芸っていうのは瀬戸内芸術祭の、あ、瀬戸内芸術祭、まあ通称瀬戸芸 の、はい、あの小エビ隊っていうボランティアグループというか、はい、ありますよね、支える。これは全国から集まってきてる方々になるんですか。まあいろんなとこから来てるんでしょうけ ど、 なるほど、学生さんとかが多いんですかですかね。ちょっと僕もいまいちあれですけど、まあ割と若い方が、まあまあまあ20代30代前半ぐらいの、はいはいはい、がまあ主体となって支えてサポートしてると、うん、まあ、結構担ぎ手の中でも、まあ、書き手っていうんですか、うん、中にも結構いるんですよね。うん、でその長老たちはそのこれはもう廃れちゃいけないって言ってるし、うん、なんですけど、まあいろいろこう価値観がやっぱりありますよね。やっぱりこの女木島の中では小学校も今おそらくないですし、あ、だから小学島に住んでたとしても毎朝フェリーで高松の方の学校へ高松に行ってで帰ってくるとか、まあ、それがきついからだんだん高松に住むようになりますよね。でそうするとやっぱりこうで練習とかあるともうこの祭りの時はずっと帰ってかなきゃいけないし、お金もかかるし、うん、まあしんどいなっていうのはあると思うんですよ正直。うん、まあこの年寄りの方とこういうね子育てしよう若い世代と意識的なギャップっていうのはちょっと、うん、今お話聞いただけでもね、まあ 現実論としては、あ、そのそういうこともありってても、まあ、気持ちの精神論としてはやっぱりこれは伝統だし、うん、自分らの代でなくすなんていうのは恥だし、うん、でやってる子供さんたちにも話を聞いてみたらやっぱりこう誇りというか、うん、こう島アイデンティティみたいなのこう強烈に残る原体験になってるし、うん、あ、まあ、昔はその、まあ、この辺の祭りとかにもそうだったと思うんですけど、うん、その
祭りでこの太鼓たね、叩き手になるっていうのは一つの誇りであり、もうなんか一番こう運動神経高い子だったりとか、あの中心的なね、ジャイアン的な子が多分なってたと思うんですけど、だ今はその何とかしてその4人のその子供を揃えてっていう、でもやったらやったらやっぱりこうわーっと、やっぱその一つの神様と同じって扱いされるわけですから、まあ、そのだから現実論と精神論とかがその板挟みがこうどこの祭りでもあると思うんですけど、それをまあ痛感したというかですね。まあやっぱりこの祭りに関わってる人間って言いますか、この島の方々はやっぱりこうこのお祭り自体はやっぱりずっと残していかないかんと、いやそれはそうですよね、いう強い思いがある、はい、だけどこれをまあなんていうんですか、あの亡くなる件って言うて映像で残しておこうとか、こういうまあ姑息っていうか、こういうふうな思いはもうやっぱり全然ないわけですね。ほんなまあいや、やっぱりこの祭りの運営自体がその江戸時代に作られて、まあ江戸後期、まあほとんど明治に近い寛永とはと思うんですけど、に作られたなんかそのなんか掟書きみたいなのがあるんですよ。でそれにのっとって一応運営しようとされてるみたいなんですけど、だからそこにもう強烈にそのこれはもう神のためにあって神事であってエンターテインメントじゃないと、ことが書かれているわけで、だからその記録なんてみたいな感じなんじゃないですか。なるほど。本音を言えばもう嫌だと思うんですよ。ああなるほどね。やっぱまあおかみさんのためにやる、で自分たちが、まあ、言うとおかみさんと一緒になるみたいな、そういう体験をずっとまあ共有してきとるということなんでしょうね。ほらね、そうですね、あとその女人禁制っていうのはもうすごい、この時代にっていう感じですけど、なんかそれがもうなんていうんですか、まあ言ってみればマッチョイズムですけど、だ結構なんか気持ちいいぐらい、もう男臭い、あかんもんな、あかんねやみたいな、だそれがなんかこう逆に自分としては正直気持ちよかったぐらいだったんですよ。なるほど。で女性たちもそれを当然のこととして受け入れていて、おばあちゃんとかはもう遠くの方から身を守ってるだけみたいな、まあだから本当に残す気あんのかっていうようなとこでもありますけど、結構こう荒くれ祭りっていうか、女性がこうまあ阿波踊りだったらね、女踊りとかまあそういう風なんがあるからまあなんですけど、まあみこし格っちゅうたまあ大体男でね、まあそういう風なお祭りだとは思うんやけど、大体もうこうやっぱり今おっしゃったこのマッチョイズムっていうか、もう男臭さ、男でないとできんようなお祭りなんですか、これは。まあ、そもそも重いですしね、その夏の一番ね暑い時に瀬戸内海 の日差しがむちゃくちゃこう、もうむちゃくちゃ本当暑いですから、その中で怪我も結構してる人もいましたしね、倒れたり、あれはだから重すぎるんじゃないですかね、あおみこしさん自体が、それでもう島中をこう練り歩いていくわけですから、まあ、実際的にこう物理的にそもそも女性出ているのかっていうところは、まあ、まあ正直あると思うんですけど、なんかこのお祭り自体の女性の役目っていうか、こういうふうなもんがもう全くないわけですね、まあ言ったら。いやだからその裏方みたいなのもあるんですか。これはですね、やっぱり漁師町の特殊なこともあると思うんですよ、で要は民族学的にはその、まあ、赤不条黒不条なんて言い方しますけども、要はね、まあ、女性月のもんですね、月のものを、まあ、漁師さんは徹底的に、まあ、タブーとみなして嫌って、まあ、あと死とかね、黒死は死ですよね、でそのまあそれから本当に離れていたっていう、
だからそれはその漁師の、まあ、一番のその収穫であったりそこで生きていくことの祈るものですから、うん、当然それはそういう論点からすると避けるんでしょうけど、うん、まあでも今の、ね、理性ではなかなか、うん、どうなんだと思いますけど、うんまあ、この漁師っていうね特殊なまあ環境っていいますか、はい、状況の中でまあお祭り自体がまあずっとこう続いてきた。今もやっぱり漁師の方がほとんどなんですか。いや、まあ今は漁協で、いや僕はその全然ね、はいはい、住んだことないっていう前提で言いますけど、あの総代さんとかその一部のその年配の方々はまだタコの漁をやってたりとか、はい、あなるほどされてましたけども、若い方で漁師やってるっていう方は僕が見た中ではいなかったですね。あそうですか、はい、下高松でバーをされてるとか、お祭りに合わせてやっぱりこう島外に出たお方もやっぱり、はい、帰ってこられるわけですね。あのインタビューの中に出てた浜浩二さんっていう方は、JA とか漁協とか JA ですか、うん、JJ の、うん、JA の職員、あサラリーマンなんですね。まあそうですね、うん、でまあ漁協だったりあとはフェリーとかフェリー の, あのスタッフだったり、なるほど、まあ、大体損害の仕事しかないんですよね、うん、島内には。あ島内にはね、うん、まあ、畑らしい畑もないっていうことですか。農業っていうのはもうほぼ、まあ、一部だから本当に自分たちのための食べるぐらいのものしかできないと、はい、ですね。あなるほどね、はい、はい、それではまあまあ、そういうふうなあお話をね聞いた上で、それではこの鬼ヶ島の祭り、マッチョイズムの極端ばっかりしたけどねっていう、まあ、短編映画ですけれども、だいたい、15分ぐらいですかね。そうですね、はい、それをご覧になっていただきたいと思います。はい、お願いします。それではですね、まあ、今回のこの女木島の撮影ですけれども、この撮影の時にですね、まあ、監督が一番おっと思ったような光景っていうのは何だったんですか。はい、ですね、猿田彦に扮してる天狗さん、はい、まあ、天狗ですよね、はい、でこの天狗はどの祭りにも結構いると思うんですけど、四国にも結構いますし、その猿田彦がですね、ばあちゃんたちの、うん、まあ、おっぱいに、はい、その鼻をこう、もうばあちゃんたちが頼んでるわけですよ。頼むと頼むんですか。頼むんですよ、ばあちゃんが。ばあちゃんたちが。でそういう時はばあちゃんたちはなんかにぎにぎして いるんですよ、ええ、でまあ基本的にはその神輿は猿田彦が先導役ですから、はいはいはい、その猿田彦の通りに行くはずなんですけど、ええ、まあなんかそのこうひっくり返したりしてる時は時と猿田彦はなんか面白おかしく同系役をやってるんですよ、はいはいはい、でそういう時にばあちゃんたちがわーみたいな、はい、でその時におっぱいに鼻をつけてわーっと喜んでるんです。ばあちゃんも喜んでる、猿田彦も喜んでる。猿田彦喜んでるんですかね。もうまあ同系役ですから、まあ一杯飲んでやってるかもしれないし。それは僕撮ったか撮ってないかちょっと今覚えてないんですけど、はい、まあ、映画の中に入ってないです。はい、もう決定的ななんかショックを受けましたね。はい、なんかそのまあそのヤフーの文章の中ではその時代を超えてしまう何かの瞬間というふうに書きましたけど、うん、なんていうんですかね、そういう瞬間っていうのをなんか時々感じるんですよね。うん、例えば神山論の中で
前半その、いろんな移住者 の, あのいっぱい来てる神山町ですっていう情報のためにまあお庭だったり、うん、靴屋さんだったり、はい、縁側だったり、はいはい、いろいろ出してますよね、はい、でそのウィークっていうあの宿泊施設を取ったんですけど、うん、その前にばあちゃんがいてですね、うん、でなんか墓があってなんかばあちゃんがひしゃくで水かなんか撒いてるんですよ、うん、で僕はそこを移動撮影撮ってて、うん、スライダーでこう、はい、で奥にウィークがあるんですよ、はい、これは普通は使わないカットだと思うんですよ、うん、僕はでもここになんかその決定的な瞬間があるって思っちゃうんですよ、うんうん、まあ勝手な思い込みに近いんだとは思いますけど、なんか、まあそういうものの瞬間、まあ、ある種スナップ的な瞬間を撮るっていう、うん、まあ、そのためにやってるような感じもありますけどね。なるほど。お話とかはもう逆に言うとどうでもよくて、そういうものを撮りたくてやってるのかもしれないですね。この天狗とおばあちゃんがこう、はいはい、じゃれ合いよっていうか、戯れよっていうか、はい、それが直岡さんにとっては、はい、とたまらなく、いやこれはそのじゃれ合いじゃなくて多分意味があるんですよ。あ、意味がある、はい、そのまあその男性のね、うん、性器というかが、うん、そのご神体としていろいろあるじゃないですか、うん、いろんな各地、はいはいはい、で天狗の花はそれを連想できます、うん、でばあちゃんたちは多分それが長寿だとか、うん、そういうな、ひょっとしたらなんか病気があったかもしれないですよね、うん、でその御利益があるということなんですよ、これは、うん、イチャイチャしてるっていうよりも、うん、まあ、その中でイチャイチャ性もどっかであったんですけど、うん、でもそんなことを本気で信じて、しかもそれをやるんだっていう、うん、まあ、祭りっていう特殊な空間っていうか、はい、その中での話なんでしょうね、うん、まあ、晴れとけじゃないですけど、うん、まあその晴れの中でのことなんですけど、うん、まあ僕の人生の中ではそんな瞬間に目撃したことがなかったんですよ、それまでは。なるほどね、うん、なんか来たなと思いましたね。ああ、はい、なるほど、はい、もうそこらがやっぱりドキュメンタリーを撮ってて、はい、突然そういう風なのがまあパッとこう降ってくるっていうか。あります、あります、うん、あのいくつもあります。あの強烈な神様の神聖な儀式っていうのでちょっと、おばあちゃんがそのお供えするおにぎりを落としちゃった瞬間とかですねうわーそのうわーと思いながら、究極のなんかフィクションにはないリアリティを感じますよね。あ、なるほどね、はい、うん、はい、というわけで、鬼ヶ島のお祭り、いろんな裏話もね、はい、いろいろ聞かせていただきました。取り留めもない話でしたけども、いえいえ、それをまあ取るにあたって、まあ、どういうふうなことを気をつけるか、あるいはそれをまとめるにあたってどういうふうな思いでまとめるか、あるいはまたその映像を撮る中でまあ素敵な体験といいますか、思いがけぬ体験っていうのがやっぱり経験できるっていうのが、まあ、一つのモチベーションといいますか、まあ、そういうふうなもんにもなってると、そうですね、いうお話がまあ聞きまして、映像を見るときに、まあ、長岡さんがどういうところでこう手が震えてるのかというのをちょっとご覧になって ね、見ていただけたらありがたいかなというふうに思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。紀藤ですね。徳島県のね、紀藤、はいはい、で、山奥のリアルというタイトルになってますけれども、はい、地元